みんなのこと思い出せたし。でも怖い。大輝くんの子が邪悪なつの妨害。心配ないって。お互いを思ってたから、俺たちは。私好きです。うん、二人とも無事だよ。怪我もないみたい。今目の前で写真撮ってるし。ゆいちゃん、ゆいの家に戻ってきたのか。北高市の電気にあんたたちでしょ。うん、やっぱりね。そこに落ちてたんだよ、その木の。ゆいちゃん、どうしたのその怪我。ありがとね、そんなついてくれて。ゆいちゃん、とにかくあの修行の正体分かるまで学校休みな。そうしろよ宮川。俺も明日圭介さんたちと相談してみるから。うん。とは言ったものの、ゆいちゃんをあんな目に合わせて、きょうちゃんたちだってきっとあいつに。宮川、何してんの。行くよ。きょうちゃん、みんないつもと一緒。あいつは修行は休みか。欠席。そうか、このままずっと休んでればいいのに。はい、ゆうきです。ちょっと切ろうったってそうはいかないぜ。相手のわかんない留守電ほど気持ち悪いものはないんだぜ。さあ、熱いメッセージを発信音の後に残すんだ。頼むぜ。やっぱりです。ケイスケさんのふざけた留守電になってます。ふざけては余分だ。宮川のやつ、おめえ朝来るときなんで覗いてこなかったの。俺今から行ってきます。ああ、俺はゆいちゃんのところに行く。なあ、よし、俺はビールを買ってこよう。少なみさん、私上白って言います。昨日からあなたと同じ研究会に入れてもらって。ああ、聞いてます。よろしく。今ちょっと急いでるから、また。上白さん、どうしたの君。大丈夫なのか。すいません。上白さん。助教ちゃん、お先。ダメよ。ちゃんと黒板に書いてあること見なきゃ。キョウちゃん、本当に大丈夫なの。はい、もう大丈夫です。ごめんなさい、急いでらっしゃるのに。そんなこと言ってる場合じゃ。心配でしょ宮川さん。ごめんなさい、少し強く噛みすぎ。しびれた？心配しなくていいわよ、しばらくしたら取れるから。間に合うといいわね。生徒会長、結城宮川を連れてきました。卑怯者！みんなを、みんなを操って何が楽しいのよ！そんな言い方ないでしょう。今日一日、学園生活が平和に遅れたのは、かわいそうな君への僕のせめてもの優しさだよ。君はここから飛び降りてしまうんだから。女子高生の突発的行動、受験を終えた後の虚無感、あるいはいじめ、周りはいろいろ面白がるだろうね。悪魔、あんたは人間の皮をかぶった悪魔よ。人間の皮だから。
人間がそんなに偉いのか。俺は知っている。どれほど人間が弱く愚かで卑劣か。一人じゃ何もできなかったくせに、集団になった途端、自分たちから少しでも外れたものを平気で叩きのめず、口汚く罵り、とことん追い詰める。誰も救いを求めてる獲物の気持ちなんて考えやしない。俺が悪魔ならこいつらもだ。簡単に操られて流され、平気な面をして、たとえお前がどうなろうと無関係な顔をして生きていくだけだ。そんなことない。私は知ってる。人の優しさも強さも、人を愛する心も。愛する心、そうさ、俺たちも間違っていない。面白い。試させてもらおう。こいつの目を見ちゃった。あいつと別れさせてやる。どうせ消滅するんだ。その代わりに僕を愛するようにしてやるよ。やだ、助けて、助けて、パパ。どんな眼力か知らねえが、大したことねえな、修行。迎えに来たぜ、ミヤカ。あー、フロントスポイラー行っちゃった。北校舎が左よ。あれよ。タカ、これは。知ってるか、ミヤカ。スザクってのは元は鳳凰なんだ。鳳はオスで、凰はメス。フェニックスとも言うな。身を焦がしながら炎の中で結ばれては何度も生まれ変わる。永遠に離れることない宿命の愛の象徴。ってことはスザクの力の源は愛ってことだな。娘の玉を手に入れにね。よく戻ってきたな。おとおり、みんな。声が大きいのだ。え、僕たち今から泥棒に行くんです。自分家に入るなんてバカみたいでしょ。自分の家って塗り子の泥棒に入るって。あ、塗り子、ちり子も。こっちは。あれから一週間も経ってんだ。経ってんだやないやろ。誰の玉探しに来てると思ってね。あったの、塗り子の石。それが。ごめんね、私の兄貴がさ。小さい頃の妹、そして今弟の龍が。一
人は名誉の戦士と言っていますが、今もたった一人で雪原の中に。最初は証拠をすることも許してくれてたのだ。なのにタスキが。しゃあないやろ、あの空気の中であんな登場されてみハマるわ。だって気がついたら自分家じゃん。それでもって覗いたらみんなが真面目な顔して手合わせてくれてるんだもん。ちょっと嬉しくなっちゃってさ、照れたのよ。おお、それで印象悪くしたわけだ。おのれ、何メンチ切っとんねん。それで石はロコーさんが持ってるの。ううん、ここにあるの。これは水晶玉。私が小さい時に大事にしてたの。中元節って言ってさ、こういうものに死んだ者たちが帰ってきて宿るって言われてんのよ。色が昔と違ってるから変だと思ったら、その中に見つけたわけよ。軽率だったのだ。すぐ壊して取り出そうとしてしまったのだ。やめてください。何をする気ですか。これは龍炎の肩に。もう二度と帰ってこない弟なんです。七聖子はこれさえも奪うって言うんですか。リュウエンを殺しておいてまだ足りないのですか。本当にバカ兄貴。ロコーさんの気持ちはわかりますけど、今は玉褒めさんのことの方が。その通りだ。悠長なことをしていて消滅してしまったらどうするのだ。タスキ、構わないからやって。ええんか。いいのよ、いつまで経っても変わんないんだから。小さい頃から弱虫で臆病でさ、いつもいじめられてて、弟の私が助けてたんだから、何するにも頼ってきてさ。もう2年も経ってんのに、ありゃバシッと私の死を認めさせなきゃ。今は玉褒めの玉の方が大事でしょ。医者、宮川、その水晶玉、玉に渡したり。俺ごと燃やすってことか。きっちり水晶玉だけや、ボケ。何をしてるんですか、あなた方は。今の化け物は一体。やっば。すみません、もう少し蓮に気を与えたらすぐにかかります。天皇様。良いのだよミース、ゆっくりと蓮舫を解放してやるといい。化け物の仲間なんかにこれは渡さない。兄貴、出て行ってください。早く。兄貴ってば。あなた方が出て行かないなら私が出て行きます。誰か馬車を出してくれ。ロコ様。何が一体。いかがなさいましょう。玉ともども仏に守っていただく。見えないだけじゃなくて声も届かないのね。その女が体内に魔物を。汚いことするわね。悪い、油断した。まさかあの女まで。チチリさん、終わりました。なやねんそれ。魔封じの呪文なのだ。これで結界を作って、ホトホリ様の神剣とオイラたちの力で玉褒めの中にいる妖魔を沈められれば。玉褒めの体は大丈夫なの。七聖子なら人の数倍の生命力を持ってるのに。
中途半端に七星矢やからな。せめてあの石が手に入れば。本当は妖魔を取り出す方法が見つかれば。寺の場所も知らんやろ。大好き。はよなれ。ほんまにたまんことになると前後なしやな。ちょっとは腹立たんのか。よう考えてみ。そのミールとかちゅう女に術かけられて、ご丁寧に魔物まで入れられよって、俺から言わせれば全部たまのせいやろ。鼻の下伸ばしとったんちゃうんか。やだ。もういい、一人で行く。タカ、タマホメのこと悪く言う助けなんて知ってるでしょ。タマホメはいい加減な人じゃないって。助けだって友達じゃない。助けはいいよ、帰っていいよ。俺はただお前があんまりかわいそうやから悲しい顔見たないし。あーちゃうちゃう、何言うてんねん自分。ちょ待って、宮川なあ。て帰ってていいってば。そっちちゃう、こっちや。分かってるよ。宮川、仏様、どうか魔物から私とこの水晶玉をお守りください。この玉はリュウレンの代わりなんです。どうか僕からこの玉を奪わないで、リュウレン、僕を守って。そんなこと言っててみんなが消えちゃったら一生恨むわよ。傷口から毒吸い出すんや。それで心臓が縛って。そっか。これで大丈夫かな。傷口から毒を。もしかしてタカも耳の傷から。はい、ちょっとごめんなさい。あら、ミヤカ、タスキ、どうしたの。ダメだ、僕には押さえつけることすらできない。仕方ないのだ、チリコ。そうだ、私とてタマホメに気を送ってやることしかでき、命あるものしか触ることは。タスキたちが戻るまで3人の力で。お待たせ、塗り子さん。兄貴連れてきたわよ、石付きで。ついでに宮家と役立たず一人。面目ない。傷口から吸い出す、それは危険ではないか。そうよ、今度はあんたの中に入っちゃったらどうすんのよ。宮家さんが触れたら玉褒めさんは。そうなのだ、今の玉褒めに耐えられる痛みじゃないのだ。俺耐えるよ。どんな方法か知らないけど、ミヤカ大丈夫、負けないから。俺もう一度お前を抱きしめるためならどんなことでも耐えてみせる。ヌリカ、お願い、お願い。術師、チチリね。
その結界で防げるのかしら。あんたに触れるのはこの腕輪だけ。でも結構気を使うからいつもの力出ないわよ。あんまり暴れないのよ。はい、頑張ります。ミヤカ、無理。あなたたちがどんなことをしようと耐えられるわけがない。踏まれんかいボケ。タスキさん、タスキ、この体では無理だ。そんなん分かっとるな。お願い頑張って、じっとして。兄貴、兄貴聞こえてるでしょ。お願い手伝って。兄貴しか、兄貴しかいないのよ。僕には無理だよ。そんな力はないよ。どこにもいないって。龍衛、来い、ここね、龍衛、来い。人は言う、名誉だと、立派な死だったと。でもどうして認められる。雪の中で安らかに眠っていると人に聞かされただけで、お前の骸にすがって泣くこともできず、ただお前が死んだと、お前を抱きしめて泣き続けられるだけ泣いて泣いて、それさえ叶わなかった。本当に情けなくて、いつか兄らしくしようって。だけどその前にお前は言ってしまった。少しは強くなれたのだろうか。これからもお前の兄でいられるのか。何言ってんの。兄貴はいつでも私の兄貴じゃない。大丈夫、強くなったわよ。バカね、本当にバカ。
これからも楽しく。ムカついとったんじゃ。もう見てられん。宮川、俺がもらう。やだな、タスキ酔っちゃって。あ、タスキ。俺も男の家で。不思議アプリ。その1。大丈夫なの？はい、もう大丈夫です。ごめんなさい、急いでいらっしゃるのに。そんなこと言ってる場合じゃ。心配でしょ、宮香さんが。あんた、これずら。黙ってて。その2。まだわかんないの？強打パワーの恐ろしさが。今日は大丈夫なんだな。第三章の台本に京京の名前はなかったんだもん。連れてきたぜ、アキラ。潰す。その3。くっそ、アホめ。分かってたさ、もうお前はいないって。兄貴、君は泣いてる顔より笑ってる顔の方が可愛いよ。井上さん。